皆さんどうもピーマンドですというわけで今回ドラゴンクエストビルダーズ実況44回目になりますぞい。今回も第2章リムルダール編をプレイしていくのでね、現在町の2人の住人にクエストが出てます。エルとノリンになりますね。ノリンのクエスト今回やっていこうか。どうしたんだいノリン、すんげーテンション高いけどね。なんでお前のために魚釣ってこなきゃダメなんだよ。ふざけんな。やだよ。普通にやだわ。ははは、めんどくさそうな顔のお手本みたいな顔はややこしいな。そんな顔してるんだね。あ、イワシ5匹？え、めっちゃ簡単じゃないですか。もう持ってるよ。あ、クエスト達成だ。はは、終わった。一瞬で終わったよ。怖い怖い。何これ、もう薬物中毒者みたいなテンションやめて。恐ろしいからやるよ。ほら怖いからよ。あまりお前に関わりたくないんだ。うひょーすげえテンションだ。一人魚祭りも悲しい。やめて。はい、クエストコンプリート。赤い油10個もらいましたよ。一人で悲しいことするんだね。あら、これまたノリにクエスト出たんじゃないか。出てるね。2回、3回連続だよ、これ。前々回ね、釣り竿作ったでしょ。あの時もね、釣り竿作ってクエストコンプリートで、またノリのクエスト出てきたんだよ。なんだろう、じゃあもう一回やっていこうよ。今回すぐ終わったからね。はあ、なんだよ、ピーマンが気がつく話しかけてくんのやな、まったく。なんだ、テンションおかしいぞ、次。何これ、上下激しいね、上がり幅が。いやな、実はな、魚を釣ってきてもらったのは良かったんだけどよ。俺じゃあうまいこと魚を調理できないことに気がついたんだ。バカだね、やっぱこいつ。つったく最近忘れたぜ。俺たちが物作りの力を失っていたことをな。ピーマン、俺が設計図を書くからさ、料理をできる調理部屋を作ってくれよ。な、頼む。こうしてる間にももらった魚の目がどんどん濁っていってんだ。腐ってるよね、そら。俺のノリンの設計図通りに、魚を調理できる、料理できる調理部屋を作ってくれ。よーし、ノリンの設計図を手に入れたよ。これ通りに作ればいいんだね。よーし、やっていこうよ。まあ、調理部屋はあるんですけどね。調理部屋兼自宅ですけど、ここね。みんな5人並んで寝てますよ。ね、ベッドが次々取られていくんだよね。これ見てよ。最初俺のベッドこれね。最初これだった。でもこれ L に取られた。で、次これ。これノリに取られた。これ、次、あのジジイに取られた。ほんで次これケイシーだよ。ね、寝るとこだんだんなくなっていってるからね。今病人いるけどさ、あれ2人いるんだよね。あいつら直したらさ、また俺のベッド取られるとこ、もう寝るとこなくなるよ。さて、じゃあノリの設計図通りに作っていこう。うわ、広っ！でけえ！こんな作れるか？あるか、こんなスペース。結構なスペース取るぞ、これ。どうしよう、どこにやろうかな。いや、ここ無理だね。こっちも水飲み場作ってるからな。うわー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、これ破壊するか。ここで作業してんだけどね。これ破壊して、石の階段も破壊して、とりあえず全部ここ破壊して、ここに作っていくしかねえや。結構スペース必要になるぞ、このノリンの調理場。なんでこのノリンのためにこんなとこ破壊してわざわざやんなきゃダメなんだよ。めんどくさくなってきたんですけど、投げ出していいですか？よし、綺麗さっぱりになったね。さて、ノリンの調理場。あ、ちょうどいい感じ。あ、これいいじゃない、ここ。はい、オッケー。ナイス。ほんで、必要な素材なんだ？うわ、めっちゃいるじゃないですか。生け花とかいらないだろ、お前。何、若干乙女チックな趣味してんだよ。腹立つわ、もう。そういうとこちょっと腹立ってくるんだよね。いるかな？ブロック3段に重ねていこうか。はいはいはい、オッケー。あー、でもどうしよう、土ブロックで作るのもあれだしな、全部土だしな。まあ後で変えることもできるからね、レンガウォールとかいろいろ使えばね。まあいいや、今土しか持ってないんで、ちょっと面白みはないですけど、土ブロックで作っていこう。なんでこんなノリのためにこんなことしないとダメなんだ。これがエルとかケイシーのためなら俺は喜んでするよ。ケツ振りながらやるんだけどね、男のためだとどうしてもやる気が出ないんだよな。ジージーと男は俺の中で一番興味ないもんだからね。いなくてよしと思ってるからね、俺含めて。じゃあ俺含めておかしなこと言うとるわ。このゲームプレイできなくなっちゃうね。あ、置いて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 、さあ、あとちょっとだ。土ブロック足りてくれよ。はいはい、待ってるよね。よし、で、これでカンカンセイ、とりあえずできた、よかった。え、これ何？あ、ここにも壺置くんだ。壺大量に必要だな。ほいでほいでほいで。あ、作業台壊したからね、別のとこ置かないと。もう、なんでノリンのために作業台なんて破壊してく、ねえ、やらないとダメなんだよ。ずっとあそこで作業してたんだけどね。作業部屋の部屋も作らないとね。
作れるスペースが限られてるからね、そんなポンポン作れないんだけどね。ここに置いとけ。よし、いいぞ。ここで作ろう。わらのベッド。わーい、作れない。しっかりと草が足りない。オーマイガー。しっかりとした草なんてその辺にボーボーに生えてるだろう、陰謀のごとくね。例え方ちょっとどうかなと思うよ。大問題だと思うよ。なんでちょくちょく足りなくなるのかな。このしっかりとした草とね、丈夫な、違うわ、太い枝か。あれちょくちょく足りなくなるんだよね。俺わりかし貯めてるんだよ。貯めてるって思ってるだけ。貯めてないからね。貯めてないからこうやって集めに来てんだよ。みんなもね、もう後からこうやって取りに来るの非常に面倒ですからね。取れる時にじゃあ取っておきましょう。余裕ある時はね、どいて。よかったこいつが攻撃的じゃなくてね、攻撃してこなくなってる。でも、でも最初の方なんて襲いかかってきたと思うけどね。どうしたんだろう。全裸の俺にびっくりして襲ってこねえのかな。うわ、やべえよやべえよって、俺ら以上に気持ち悪い奴がいるよ、みたいなね。絶対そんな表情してたよ、今。ごめんね。今何も着てないからね。平然と歩き回ってるっていうね。これもう一つ欲しいんだよな。前々回これ釣りした時に取れたんだよ。あ、スライムゴムっていうのがね。で、そっから作れるんだけど、あと一つ作ったら見栄えがいいんだけど、中途半端に一つ飾ってるだけだからね。欲しいわ。スライムゴムまた釣りして取らないとね。後で釣りしよう。よし、この調理ハウスが作れたらちょっと釣りしに行きますわ。また楽しんでいかないとね、釣りを。ま、今はとりあえずこのね、やりたくはないですけど、これ作っていかないと。あ、こっちだこっちだ。もう作業台ずっとそう。ほらさ、第2章始まってあそこにあったからさ、今勘違いしてあっち行っちゃったよ。もうノリンのせいだぞ、めんどくせえ。はい、藁の扉ね。はい、これでオッケー。で、まあ、壺系はまた後で作りに来ようとしよう。で、ここに、藁の扉を置いて、どこにある？あ、やったあったあった。入れ替え、アイテムがたくさんあるな。腹立ってきたな。イワシしまったれ。イワシしまって大丈夫か？腐らねえか？確実に腐るよね。でも、オラには関係ねえだ。はい、扉を置いて、イエースイエースイエースイエス。とりあえず、家の外見はこんな感じで完成だね。ほんで、ここから、クッション椅子2個、収納箱1つ、木の机3つ。3つ？あ、並べるんだね。生け花、料理用焚き火、焚き火壺。はぁ、めっちゃ必要になるね、これ。正直に言っていい？クソ面倒なんだけど。んで、壺をここに置いて、で、次は、あ、壺はこれで完成だ。ほんで、お次はなんだ、クッション椅子。クッション椅子は1個しか作れなかったんだよな。もう1個作らないと。はい、ここに置いて。おいで、もう1つ置いて、ほんで、ここに木の机を3つ並べる。1、で、2の、ほんで、3、おう、イエス！ほんで、生け花だよな。生け花を真ん中に置く。置きます。レッツゴー！そして、収納箱。あ、これ一ついらなかったんだ。これ上破壊して OK だ。で、ここに収納箱を置くんだね。OKOK。あ、料理用の焚き火置いとこう。で、料理用の焚き火はこの端っこに。おい、おい、おい、おい。うまく置けない。置いて、レッツゴー！ほんで、残るは、焚き火と、空き部屋完成したよ。ほんで、焚き火と、収納箱。これだけだ。収納箱、収納箱、どこにある？作れるよ。レッツゴー。お一つ作って、ほんで、焚き火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 、どこだ？あったあったあった。余裕で作るね。はい、オッケーオッケー。よこせ、よこせ、よこせ。レッツゴー！これで、ノリンの調理場、完成でございます。屋根も作らないとダメだけどね。はい、ここに焚き火を置いて、ね、ラスト、収納箱をセットしたら、オッケー！ポー！レッツゴー！ノリンの設計図が完成したぜ。ノリンはこれを求めてたんだね。イエース！館内食堂を初めて作った。ほほほう。病気を治すには栄養があるものを作らねば。そういうことだね。ノリン来るんだ。おお、みんな集合してきたね。みんな中入るんだ。もう、ぎゅうぎゅう、やめて！もう燃えてる燃えてる片方。誰だ？剣士燃えてんじゃねえか。大丈夫か？みんな入ってこないでよ。まあいいか。これも、屋根作らずこれ見える状況にしていきましょうよ。ね。中誰いるかわかるし。よし、ノリンに話しかけよう。どこ登る？せっかく作ったの登んじゃねえ。やっぱ屋根作ろうかな。登るやつが出てくるね。またテンション高い。いや、食うなよ。寄生虫で体がすごいことになるぞ。いやいや、当たり前の判断だよ。食わなくて正解だよ。食ったらただの気違いじゃねえか。
はい、クエストコンプリート。またかい、油かい。もうこれでノリには一旦終わりだろう。はい、終わりましたね。こいつはほんと頼み事が多すぎるわ。この病人もまだ治らねえしな。これどうすりゃいいんだろうな。どうにかして治してあげたいけどね。食べ物食べらしたら。いや、ないね。違うね。わかんない。原因不明だ。まあいいや。はい、とりあえずこれ完成ね。じゃあ、フェイシング。釣りをしに行こうよ。ノリンの調理場とかもそんなどうでもいいんだよ。館内のあれ作った。正直興味ないね。病人のこと考えながら俺は生きてないので、自分の欲のために生きてるんで、釣りを楽しんでいかないとね。今日こそ、イワシ以外の魚を釣る。イワシ以外の魚はいないのかもしれない。だとしたら相当時間の無駄だ。でも頑張るよ。よしか。えい、またイワシ。うん、いいんだけどね。イワシは焼いたらさ、すんごい、食料、あれ回復するからね。30% も回復するんだ。なかなかないよ。あ、オッケー。かも、またイワシだ。イワシばっか、面白くねえな。あと、一回、イワシ釣れたら、ちょっと放り投げるわ、何かをね。来い。はい、イワシだ。何を放り投げようかな。キーボードかな、マウスかな、コントローラーかな。うん、やめとこうかな。いや、ちょっと勘弁してよ。イワシが来てよ。大物来い。メタルスライムとか釣れねえのか、これ。来たらテンション上がるぞ、お前。えい。なんだ、これ。子供か。えい、イワシ。またイワシだ。後ろたくさんいるね。イワシ以外来てよ、もう。イワシだらけになっちゃうよ。こんなみんなイワシ好きじゃないからね。俺青魚食べれないし。個人的なことで申し訳ないけどね。おお、スライムメスだ。びっくりした。なんとスライムメスを釣り上げたじゃない。そのびっくりしねえよ、もう。またお前かい。これも前回何回釣れたと思ってんのよ。なんかもっと別のもん釣ってよね。どうせ釣れるんなら、どうせ魔物が釣れるなら、それこそ水面にいるね、水属性のさ、いるじゃん、ドラクエ。たくさんの魔物出てくるゲームだもんね。はい。お、なんだ、またスライムしつこ。ほんといい加減にしろよ、お前。お前を餌に釣りするぞ。いいのか、ほんとに。ちょっと面白くないぞ。釣りも楽しくなくなってきたぞ。よし、来た、イワシだ。え、ほんとこれイワシしか釣れないの。みんなコメント欄にいて教えて。イワシ以外釣れたことあんの、これ。みんなはさ、あ、イワシだ。うん、ダメだ。イワシもし10匹釣ったらもうやめます、今回釣り。これ以上得られるものはイワシ以外にないでしょう。おお、イエス、スライムゴム来た。イエスイエスイエス、さっき話で言ってたね。これスライム風船作るため必要ないと思う。イエス、来てくれてありがとう。これ1個で作れるからね。うわ、マジか、ありがたいわ、これ。さて来い。お、なんだ、はい、スライムベースだ。なんとスライムベースを釣り上げてしまった。なんでお前いるんだよ、そこに。なんで中にいちゃってんの。メタルスライム来いよ。キングメタル、ハグレメタル釣れろや。楽しませろや。よしか。えい、はい、太い枝だ。で、ここは太い枝率が半端ないんだよね。これ前回もこれ釣りした場所なんだけど、前々回か。太い枝しか釣れねえんだよな、ここは。はい、イワシだ。いや、喜ばないよ、全然。太い枝よりかはマシではあるけどね。喜びはないよ。イワシだ。あと一匹。あと一匹イワシを釣り上げたら、もう今回釣りやめます。来ねえ。来た！大物だ！イワシだ！はい、やめよう。バカか。なんか変な間があったからさ、結構間が空いたから、これはもしやと思ったらイワシだ。最後までイワシだ。イワシ祭りだ。何もない。イワシ祭りしても喜ぶ人は誰もいない。さて、一旦寝よう。みんな起きてるかい？寝てるよね。当然だよね。うわ、かわいい。すごくかわいい。ジジイが邪魔だけどね。うわ、お前、ノーリン、てめえ、この野郎、起きろ、この野郎。何挟まれてサンドイッチされてんだよ。それ俺の位置だろ。何若干ハーレム気づいてんの？ジジイもいるじゃねえか、お前。変わった趣味しとんな。すごい性癖だよ、お前。で、一人全裸だし。頭おかしいな、ここの住人。よっしゃ、先ほど釣り上げたスライムゴム。これでスライム風船を作る。あ、こっちじゃない。また癖がついてるからね。あそこに前まであったんだ、作業台が。でもないからな。こっちに移したからな。あっちに行こうとしてるね、毎回俺。よし、これだ。はい、オッケー。はい、完成でございます。そして作った
ったスライム風船をこの町の外に飾るんですよ。はい、ここに。あ、ちょっと上すぎた。オーマイガー、破壊して。取れた取れた、オーマイガー、取れた取れた。違うね。ここに、はい、オッケー、ナイス、いいじゃない。街の雰囲気がガラリと変わったね。これだとたくさんの住人入ってくるよ。遊園地かなって勘違いするもん。中入ったら何もないっていうね、クソみたいなとこですよ。いやでも外側豪華にしときましょうよ。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。今回はノリンのね、クエストをプレイしました。何でしたっけ？館内病院でしたっけ？あれを作りましたよ。次回はね、エルのクエストやっていきますから、次回の実況もお楽しみに。グッバイ。また会おうぜ、ベイベベ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 ベ